はいどうもピョキーです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ザ・ダークリバーかっこトロールということで、それは闇の川ということでしょうか。闇の川か毒沼か知んないけどね。この光属性のピョキング、このコース一面に上級魔法ホーリーでも撒き散らして光の川へと変えてやろうじゃありませんか。いつもコース名とか説明文にこんなこと言ってるけど大丈夫？いや、いつもカットするか悩んでるんだよね。皆さんすいません、こんなしょうもないことに付き合っていただいて。え、オートスクロール？あ、じゃないね。開幕サタンだ。スタートと同時にオートスクロールでびっくりしてしまったけど、それなんか久しぶりだね、水辺を伝うステージって。それじゃあメットがあるな。このメットをかぶって魚を倒す。そんで土管に入れませんね。なるほどね、あの一気アップの方に行けばよかったのか。それじゃあ最初右上にさ、一気アップが降ってきたんだけど、その裏にクリーポーとカエルって書いてなかった。なるほどね、この一気アップの裏に全部隠してるっていうことか。最初に行ったらクリボーに引っかかってた自信しかないぞ。でメットとか亀の甲羅持ってたらカエルスーツ着てても水上で走れるんだよね。これ知ってる方いたかな。まあ、マリネをね深くやってる方はね知ってる方多いと思います。いやでい、なんかさ、あの恋の場所があるじゃん、足場がなかったんだよね。もう完全にドカンとかしてるよね。なんで落ちたんだろう、意味わかんないよね。それじゃあここは一旦チビになっていけっていうことかな。頑張ったらキノコ状態のままいけそうなんだけどね。これは左怪しいな、10コインだが僕は10コインを信用したいと思います。真ん中で隠しブロックが出てくるように頼む。この唇植物がてっきり裏の裏を書かれたね。絶対あの10コインの方でいいと思ってた。今なんかちょっとオンオフ変わったな。何をしてくる、これ避けていいでしょう。そんで、え、この先行けんのかな、砲台があるみたいな。え、今の無理でしょ。それじゃあこっからキノコ状態を維持したまま行ってみるね。これいけんのかな、これなんかいけんっぽくない。ちょっと頑張ってやってみる。人をにかしてシャガちゃんを。きったこれ絶対違うでしょ、正規の方法じゃないね。でここで一旦デカの状態でジャンプする。対策されてんじゃねえか。はい、それじゃあここはチビのまま戻ってきたんだけど、この下に行くところまでは間違ってないと思う。こっからジャンプ連打してみよっか。ジャンプ連打、あ、右に行けるんだね。それじゃあここのブロックを叩いて。この唇植物はまずい、頼む、誰か救世主。いや激アツ、この爆発性で植物倒して腹を倒してくれ。なんだ今の爆発さ、ブロックが壊れるんなら植物ぐらい倒してくれよな。そしてなんだ今の魚も、もうちょっとこっち来いよ、待ってたぞ今。でも僕は中間ポイントがいらない男、キノコ様。まあなかなかやるんじゃないこのコース、僕相手にしてなかなか頑張ってると思うよ。うん。じゃあここはオンをして、邪魔せんなザコが。ここのオンオフブロック、あ、このハテナブロックを叩けばいいっていうことか。さっきこのハテナブロック叩いてね進んだんだろうけど、てっきり忘れてたね。それじゃあここはキノコを待っておいて、上か下か2分の1だな、上行きます。こっちに合ってる、そしてこのまま抜ける。どけこの砲台クラウンが。はい、それじゃあここは下でしたね。この花に当たって右に走っていきたいと思います。そんでこのクリボを踏んで靴を手に入れて、ここでヒップドロップかな。そしたら土管に入れるっちゅう感じっすね。え、違うの、こっち正解じゃないの。まずい、これはサムネの場所だ。ホーリーラッシュ。何に光魔法を出そうとしてんだよ、手遅れなんだよ。はい、それじゃあさっきのヒントにさ、クッパクラウン2体が書いてたじゃん。あ、分かったよ、この裏にドアがあるんだね。このドアが正解っていうことか。いや今絶対やられたと思った。あれ、フューチャリング無機物。それじゃあここおとなしく待っておきたいと思います。よし、こっから先に行けるっていう感じだね。いやちょっと待ってよ。え、ここ隠しブロック、うわ、もしかしてさ、この隠しブロックを出さないように土管に入れっていう感じだったんかな。いや、それか戻るのが正解みたいな。それじゃあここは隠しブロックを出さないようにして土管に入る。これは絶対に引っかかるよ。それじゃあ、うわ、雲、頼む、もう一回出てきて。
あと一回頼む、もう一回、よしよしよし、そんでオンオフをして左に、うわ待つ、いや大丈夫大丈夫、でも一回オンオフをしてこの左に行けっていうことなんじゃないかな。どうすん、仕事しないで、どうすんってサボり気味だよね最近。それじゃあこのスネークロックを動かした後にきっとこのハテナブロックで合ってるよ、そしたらキノコが取れるっていう感じだね、絶対これで合ってる。スネークブロックがさあったままだったらさキノコ潰れてたもんね。そんでこのバネを持つ持つバネ頼む、バネなしでも僕はいけるっていうことを示したい、ここは滑っていきたいと思います。スーパーローリングさんだ、徹底してくんなバネ野郎が急いで行けっていうことなんかな、それで行ってみていい。なるほど、パン様いるのか、そんなところでいつも見守ってくれてありがとう。それじゃあここは何もしないでいいよ、絶対何もしないでいい。エンジェルフィッシュ、それじゃあここは早く右に行けっていう感じだったね。今カロンの甲羅出てこなかった、もう一回出てくれないかな、このカロンの甲羅を。なるほどね、ここは早く行けっていう感じなんだね。じゃあ入ってもうすぐ右に抜けます。そしてこっからどうするかなんだよな、一旦右に行ってそっからすぐ左。なんだよあいつしつけえな本当にいつもちょうどいいとこにいすぎなんだよ。それじゃあ次こそあの魚に気をつけていきたいと思います。一旦ここは何もしない、そんで上にジャンプすればいいのかな。あ、これ無敵時間を利用してそのまま上に行けっていうことだったのね。なんでここはカロンの甲羅手に入れて上がったらもうすぐ上に行けっていう感じなんじゃないかな。違うの？うわ、なるほどね、赤い砲台の中にカエルスーツがあるからそれ取れと、そういうことか。まあこんくらいぐらい僕の想定内だね、動画前のために引っかかったみたいなもんだよ。あれ、ここ右に行けんで、こっちの砲台かな。あ、なんか砲台の裏になんかあったね、ちくわブロック。なるほどね、ここシーソーが隠されてんのか下に。それでここでカエルまで出してもらってこの土管の中に行けるっていう感じか、巧みすぎる。時間ポイント取っていいのか、すぐ見に行かれ。気合と根性でどうにかなるもんだね。はっ、それじゃあちゃんとこのドアに入っていきますか。中間ポイントにも取れたしね、残りは氷のみ。何遊んでんだ、あれ、そんなに遊んで楽しいか。僕も混ざりたいところだけど、あなたは命を奪ってくるからね、やめておきます。それじゃあこのハテナブロック、はい、どうもこんにちは。じゃねえんだよいつもさこの花を抜けてあの50コイン取ったら上手くない？ちょっとそれを証明してみせたいから、ちょっと見せる。みんなこれ僕見えるね、ハテナブロックを叩く瞬間すぐ左上に行けば土管に入れるっていう感じか。くぅ、かしけ、これを一発で当てる僕すごいと思いませんか。イエーって書いてるね。そんでさっきからさ、この靴を手に入れたら変な音楽みたいな鳴ってない？めっちゃなんかビート刻んでるみたいな。そんじゃここは早く行こうか、多分ここ早く行った方がいいね。脳って書いてる。それが脳だよ、きっとこっちが合ってる。みんな見てくれ、脳それじゃあさ、この下の四角の枠は怪しいんだけど、いやこれ罠っぽいんだよな。ほらね、ブラバネできたし。じゃあこの脳の方じゃないで、右下のコイの方に行けばなんか道が開けるみたいな。そんな、なるほどね、この右側に土管があるのか。さあ進んでいきましょう、もうすぐゴール近いと思います。これは投げていいの？信用していいの？まで頼む、今日こそは裏切らないでね。来た、よし、ナイス、まで。それじゃあここはハテナを信用したいと思います。うわ、残り2幕、左が正解。よしよし、これは、いや激アツ何だよ戻れてさ、ここまでめっちゃ丁寧に来たぞ僕今。その時間を返してくれよはい、それじゃあここは一旦この水色の土管に戻れっていう感じで、そしたらこの記録を取って、なるほど、これでこの下に行けるっていうわけだね。このガリガリ越えてどうなる。熱い、絶対ゴールだよこれ、ゴールの催しだね。プンプンするその匂いが。それじゃあ行きましょう。来た、これが一発でゴールしたいところ。どうしよう、あえてさ、このトゲメント取らないで行こっか。そしてこのハテナを叩く。そしたら、くっそ
頼むって。それじゃあもう一回チャンスくれよ。これどうやってやられればいいの。誰か僕を。やった。いや、滑っていけたんだね、あそこ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。今こそ目覚めの時が来た。うなれ、俺の中の煉獄竜。そして身をもって知るがいい。食らえ、S級魔法ファイヤすいませんね、しょうもない小芝居なんかしちゃって。まあこのコースツイッターで教えてもらったんですよね。でその時に DM でね、プレイ画面も一瞬だけ映してくれてたんですよ。これ見た瞬間僕爆笑しちゃって、ぜひやりたいなと思ってこのコース選びました。そして説明文見てもらっていいですか。心まで燃えてしまう。いいね、その説明文。それじゃあこのコースで僕を燃え尽きさせてくれないか。スーパーダイゴ35さんよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.71%。まあ何が笑ったかって言ったら、もう見てった方が早いで。ちょっと見てって。こんな感じのコースなんですよ。まあクリア率低いと思うからさ、難しいとは思うんだけど、どうやって攻略すりゃいいのよこんなの。突破口がどっかあるはずだ。右の斧に触れるさすればいいんだ。頼む、右に行かして。全然前に進め。このパックンが火を吐いてなかったら絶対に余裕なんだろうけどね。あっ、ワンチャル。頼む、落ち着け。お前ら落ち着けって。落ち着かんかちょっと最初ジャンプしてみるわ。ジャンプしたら何か挙動が。いや、わかった。最初ジャンプした方が行きやすいかもしんないね。最初ジャンプした方がさ、マリオの周りに隙間が生まれてくれるんだよね。この隙間を生かして。くっそむずけ、これ。頼むって、邪魔しないでよ、そんなにさ。ただのリンチじゃんか、こんなの。もうこれ、あ、あ、来た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 。はぁ、難しいよ。誰が助けてお願いします。あ、これいったんじゃないの、頼む。やっはぁはぁはぁはどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、グッドボタン。そして、リオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。